い、それでは UMB2017 北海道予選チャンピオンは MC 松島、おめでとうございます。ありがとうございます。毎度毎度新人の僕をいじってくれて本当にありがとうございます。バトル中いやいやいやもう感謝しております。本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。とんでもないです。いやいや、松島くん、春の大会から僕は今回司会をやらせてもらって、はい、松島くんにお会いするのは2度目なんですが、本当に毎回僕はもう松島くんのバトル楽しみだったんで今日も結構もうみんな司会新しい人うまいうまいって言って、あ、本当ですか。すごい評判良かったんで。でも松島くんだけでしたね、僕をいじってくれたのは。本当にいつもありがとうございます本当にありがとうございます。まあ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 、まあ、うん、うん、はい、どうでしょう今日の。もうこれだけ何回もチャンピオンになられてる方なんで、もう質問するのももうなんかもう申し訳ないんで、どうでしょう今日の感想など。いやー、もう北海道のレベルも上がってきてると思うんでね。本当にそれ思いました。強い人も多いし、なんで強い人出ないようにしてもらおうかな、次から楽に行くためにも、はい、もう本当中高生とかもレベルがめっちゃ上がってるんで。うん、確かに。あのヒップホップなんかやってると、うん、もうすぐ刑務所に入っちゃうんでね。っていうのをこう広めていって、まず中高生の若い目をちょっと潰していこうかな。潰していこうかな。危ないよ。ダークサイドが。危ないからやめとけと、お前やんなラップと。そうですね。危ないです邪魔すんなと。はい、いやでも今回本当に予選で僕もちょっと。グッと一段階落ち着いた状態で松島くんのフリースタイルを見させてもらって、すごい感想がギャグラップギャグラップっていう中で、ちょっとかっこいいとかふんだんにあったのが、俺はもうすげえなんかもうおーやべえみたいな。ビートの聞き方もそうだし、乗せ方もそうだし、言葉を言う言葉のチョイスだったり、韻を踏むタイミングだったりとか考えてんだろうなっていうのは、なんかすごい僕の中では感想だったんですけど、考えすぎですかね。もう考えてなくて、ギャグだとも思ってないですけどね、自分では。でもみんながそういう風にさせるから、もし本当にギャグでやるんだったら、マジで絶対全員爆笑するんだぞ間違いないぞ , 笑い取りに行ってねえからな、本当に。こっちは。本当ですよね、はい、いやでもこれは純粋に僕は思いましたね全然滑稽と思って。笑いも取りたいですけどね、うん、間違いない。でも笑い取れるラップもできるように頑張ります。ありがとうございます。じゃあそれはもう本戦で。いやでも本戦だとそれをやるとあのディスられちゃうんで強い強い感じでいきたいですけど松島君、本戦は何度目のチャレンジでしょう。3回ですね。3回目、はい、3度目の正直。そうですね、そろそろ。あとあの福島、福島じゃない、福岡の椿さんが初女性、そうなんですよ、史上初です。あ、試合したいですね、うん、椿さんとだけできるように。やばい、まず頑張ります。これ結構 UMB ドラマ起きるじゃないですか。そうですね、起きるっすね。1回戦当たったらどうしましょう。当てといてください。当てといてください、はい、分かりました、分かりましたって言っちゃダメか。そうです、それはね、ダメです。ここでちょっと願っときます。僕も個人的にちょっと確かに椿そっちゃん超良かったっすよ。強いっすよね、彼女は強い。なんか今日の松島くんもそうなんですけど、まあその福岡の椿ちゃんもそうなんですけど、町全体がなんか勝たそうとしてる空気がすごい今日も俺は感じたっすよ。ああ松島くん勝たそうとしてるなっていう。ああだといいっすね。なんかもう結構アウェー感が強いんですよ、どこでも。そうっすか、はい、もっとぶっちぎりで勝たせてほしいんですけどね意外と延長になったりとか全然するんで、ね、決勝は良かったっすね。でもそうですね、延長は俺は良かったなと思います。まだまだエコひいきしてもらわないと松島くんのこと。そうですね、100-0で全部優勝できるぶっちぎりで等しいですね。いやでもそのぐらいかっこよかったですけど、ありがとうございます。じゃあ松島くん今結構いいペースで音源をリリースしてると思うんですが、よかったらちょっと紹介の方を。とりあえずですね、あの毎月 iTunes でミニアルバムを発売してまして、うん、毎月なんですけど今7月時点でもう10枚ぐらい出てて、なんで、まあ、いつでも調べていただければ最新作が出てると思いますので、うん、間違いないです。 iTunes もですよね、もちろん。そうですね、 iTunes で、うん、あと8月にこれいつ上がるんですか。これどうでしょう、再来月ぐらいになっちゃいますかね。もしかしたら間に合わないかもしれないです。全然全然、その見た視聴者が絶対8月にですね、あの水戸の小山くんと、うん、デジタルのミニアルバムとフィジカルのミニアルバム、うん、違うものが2作出るんで、うん、それもぜひチェックしていただければ。間違いない、小山ビーツめちゃくちゃかっこいいですもんね。かっこいいですね。楽しみですね、松島くんのラップがどうなるか。ありがとうございます。いや、とんでもないですなんか松島くんにたどり着くソーシャルネットワークのアカウントですか、ツイッターですか。ツイッターですね。あのググってもらえればすぐ出てくると思います、うん、で最近ちょっと進化してここに出ます。マジっすか。松島くんのアカウントがここに出るんで、皆さんぜひフォローして松島くんの情報をゲットしてください。ありがとうございます、うん、お願いします。
じゃあ最後になりますが、年末3度目の正直、12月30日に向けて意気込みの方、日本一になります。いえ、間違いない。今日はありがとうございました。それでは UMB2017 北海道戦チャンピオンは MC 松島でした。おめでとうございます。ありがとうございました。リスペクト。イエー、優勝したぜ。マジで疲れた、みんな酒飲めじゃないとこういうお店が潰れる、だから酒飲め。イエー、日本一目指して、日本一目指して頑張ります。よろしくお願いします。12月の年末まで毎日忘れず欠かさず応援してください。じゃないと負けるかもしれねえからな。どうだ俺のスキル、入ったか。イエイエイ。松島亮、大きな拍手を。おめでとうございます。はじめまして、よろしくお願いいたします。私 MC 松島す、銀河家庭ごとでおなじみだ。お前はどんなラップをするのかな、楽しみだ。とにかく暑ぎすぎる、そんなにここ寒くねえのになんでそんなパーカーなんて着てんだよ。季節を考えた格好をしろ。俺短パンだぞおめえ。高校取っといて専攻だろ、何も言うことねえのかよって。それいつものノリつまんないし、トープライブ聞かせてくれんなら俺にもっと聞かせろよ。フェードミンセルベッドインセル、この戦争まるでチェンソして君切れ渡すって筋身に虫切りポンチョ No break it out、yeah! 肝心の手品はどうした、負け犬はやっぱりビーチクバチク吠えることしかできねえ。そんなやつがベスト8のステージ、つまらねえこの場じゃ No break it。 俺は止まらないでいくぜジャッキー、何回やっても目は合わない MC、 こんなやつはただの毛虫、踏みつぶして終わりだ。俺が今日はこのステージで勝ち上がる、それだけだ。1年前には思いもしなかったよ、俺がこんなステージに上がるなんてな。よ、ヒップホップには夢がある、だからこそダッソを倒して今日は俺がサポートしよう。えいよダッソ、お前何やれてんだ。赤い服着て太って、そしてクロックス、お前 MC 以外のサンプリングか。しかもレベル高がそうな、もう意味がわかんねえ。頑張ったって無駄な話、お前の話ならつまらない。顔面だったら田舎の学生、ビートに合わせ禁断の惑星。いやこの話俺の言葉たち、誰かの言葉かりながらもやる人の言葉かりながらやると今日にまだ爆心。お前さ、俺とやりたかったんだよな、それでお前に出し込んでくんな、すげえだろ。お前言い踏んでばっかり、そんなの全国溢れてる、それじゃ上がれねえ。ここは禁断の惑星、俺は黒、そしてお前は赤、赤コーナー太陽、太陽なんてとうに死んだよ。ダッシュオーク、ここは墓場だよ。はい、またサンプリングないよね、ディスバカやってるだけだろうが、つまりはこいつないよね、ディス。俺は地下隠してるダサイボーレベル、生きてるだけどうなの、また魔法者の敵の描写の。いや、こいつが勝のは北海道、また教科書程度の描写力。終了、決めましょう。これでベスト8が出揃います。いきます。まずは先攻モグラ、続いて後攻ダッソ、まずはモグラいきます。レディーチャージ、延長立ち位置変わりましょう。